はい、整体院5行の山本です。今回のこの動画では足のしびれの改善方法を足のしびれでお悩みのあなたにお届けしたいと思います。足のしびれを改善するためにはももの内側の筋肉を緩めていく必要があります。ではなぜももの内側の筋肉が硬くなると足がしびれてくるのかという説明をしていきたいと思います。はい、それでは説明をしていきますが、私が左の足がしびれているとしたら、ももの内側の筋肉が硬くなるとこのように足が内側にねじれていきます。そして足が内側にねじれるとどうなるかというと、このように骨盤が前に倒れてきます。試しにやっていただきたいんですが、足を内側にするのと外側にするのをやってみてください。足のつま先を内側に向ける、つまり内股にすると骨盤が前に倒れるのがわかると思います。骨盤が前に倒れて体を起こしますよね。この時に反り腰が出来上がります。そして反り腰になると、ここを通っている座骨神経が引っ張られます。座骨神経が引っ張られることによって足に痛みやしびれが出てきます。ですので足のしびれの改善方法は、足が内側にねじれているのを外側に戻してやる必要があります。その内側にねじれた足を外側に戻していく方法が今日やるストレッチになります。ではストレッチの方をやっていきたいと思います。まずこのくらいの高さ、膝ぐらいの高さの椅子を用意していただいて、緩めたい方の足を椅子の上に乗せます。そしてつま先を手前に上げていきます。この状態で今度はつま先を外側に倒していきます。この時の注意点としては、両方の膝が伸びている状態をキープしてください。そして体を前に倒していきます。この時の注意点としては、頭がこのように下に下がらないように、頭が下に下がってしまうとここが伸びなくなってしまいますので、顔は前を向いたままですね、前を向いたまま背筋を伸ばしたまま体を前に倒していきます。そうするとこのももの内側が伸びているのが分かると思います。もしあなたがここで余裕があれば、この状態からこのように左手で左の足のつま先を持ってください。こうするとさらに伸びます。あなたが余裕がなければ、この状態でできるところまでで大丈夫です。この状態で深呼吸をしながら30秒間キープしてください。そしてゆっくり戻します。今回のこのストレッチは左足でしましたが、あなたがもし右足がしびれているというのであれば、同じやり方で右足の内側のももを伸ばしてみてください。これを1日に3セット、朝昼晩、これを2週間やって様子を見てください。はい、いかがでしたでしょうか。このストレッチは足のしびれに効果があります。この動画が参考になったと思われた方は、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。